Hey. 青空コンサートのさとちゃんです。映ってるのかな、見えてますか。これ畑見音ひろちゃんの帽子、久しぶりの配信だからね、映ってます。うん、はいはい。今ネット見るとさ、まあ久しぶりの話だからまた15分でね話、なんで15分でね生息不良なのかって言ってね、よく調べたら分かった。 iPhone のね iMovie で編集してアップするとね15分なのね。あれ拡張子なの、拡張子。一旦パソコンに落として拡張子をね YouTube に変換の適合したものに変換してねアップすると15分以上ねアップできんの。何のことはないじゃんね。ただ俺さ、あのパソコンにさ一旦移動するのがめんどくさいからね、そのままねアップしてます。一応 Adobe クラウド、クリエイティブクラウドか、あれにね月6000円かけて入ってるんですけどね、あのストックも使えるようにさ入ってんだよ。だから Adobe プレミアプロ使えるんだけどね、めんどくさくてね、お金もったいないけど、まあいいべや。うん、一応使うつもりでいるからね。あの Adobe のあのさ Lightroom も便利だしね。なんでそれはそれでね、いや今ねどこのページ見てもね iPhone で大騒ぎ、 iPhone でございます。ここでは iPad、 iPhone X で大騒ぎで、世の中ね実はね私も大騒ぎなの。うん、私ははっきり言ってね3つとも買えます、現金で。 Apple TV 4K 注文しました。アップルウォッチ3セルラーモデル、あのスチールの方、あのアルミは軽くてさ、あれおもちゃだかんね、はっきり言って軽い時計はもうね使い物ならん、おもちゃある程度覚えとないとダメな。スチールのね税込み7万円くらいかですよ。うん、あれを注文しました。あれ16ギガメモリ入ってるからね、セルラーモデルじゃないやつは8ギガ半分。あと問題は点なんだけどもさ、どうやって手に入れるかってね、私今からね宿泊しております。まずねあのソフトバンク、近くソフトバンクがあるからね、そこに予約をしなきゃな、今から予約しちゃダメなんですかって言ったらダメですって言われたらね、向こうその日の要するに朝10時から始まるでしょソフトバンク。その10時に待ってね、今日の4時1分からそのね iPhone X のね予約販売を受け付けるから、その夕方の4時に行けるようにまず面接をして、要するに受付をしてね、私はね朝9時から9時に行ってみたいと思います。ずーっと見てね、3台ぐらい欲しいね、あれね5台ぐらいまとめて買おうかな。だってあれさヤフオク出したらば売れるよ、間違いなく。まあそれはそれとしてね、でも欲しい、早く欲しい、1ヶ月なんか待ってない。ただ気になるのはさ、あのワイヤレス充電のワイヤレスってさの方のあれってついてくんの、なんかついてこないのかな。チーツのあれ知ってんの、もぼってもってあれホンダのあのプリウスかな、なプリウスだったかな、あれにチーがねあの搭載してるからね、ポッと置けば充電できる。あれもう2年か3年ぐらい前から出てんだよね、チーでも全然普及しなかったでしょ。これから普及すると思いますよ。
ほんでね、絶対手に入れるから私は。だって一日中暇なんだもん。定年退職してさ、朝早くから並んでね、ソフトバンクね、行って、それで問題はね、問題はその後、今使ってるね iPhone がね、これ iPhone7 プラス 256GB 2頃、これ生産終了だからね。うん、これはっきり言って生産終了、これは貴重な存在になります。2頃とこの Apple Watch 2、これこっちはね、こっちのこの白い時計は嫁さんからのプレゼント、これで絶対止まらない時計ね、ソーラー充電のね、あの出っ歯時計ってやつね、これはね、寝ても覚めてもこれだけは外しません、私これね。こっちは充電しないと外さないと充電できないでしょ、だからこれは外します。要するにその行方、今後の行方どうなるか、嫁さんこれやってくんねえかなって お願いしたの。嫁さんにこの iPhone7 プラスとこの Apple Watch 使ってくんねえかなお願いしますって言ったら、嫌だだって、どうしようこれ、頑張ってね、誰か欲しい人いるかな、そりゃいるわな、これいくらで売れるかね、俺売るつもりないんだけどね、アップルウォッチとこの 56GB、 これ物いいよ、ただ CPU がね A10、 こっちは A、 この iPad、 こっちは iPhone ね、 iPhone、 iPad のこれは 12.9 インチ、これは売るつもりはありません。これは CPU ね A10X、 うん、この iPhone7 よりもこっちの方が性能はいいです。あの CPU の色のあの回路あるでしょ、あれはこっちの方が細かいの。この iPhone7 プラスの行方とこのね Apple Watch 2のね今後の、俺両方つけようかな、こっちにね Apple Watch 2つけて、こっちにあのセルラーモデルの3つけてね、こっちで電話して、こっちでも電話して、確かにね買い物行くときにこのスマホ iPhone7 プラス持ってくのが不便だ、いちいちポケットにさスマホ入れて行かなきゃならないんだもんね。 Apple Watch 3で買うとかそれがいらなくなるのね、だって S シムっていうのがつくからね。うん、もうそれだけでもうお会計もできるし電話もできるし全部できるんだよね、便利な世の中になるでしょ。あともう一つ AirPods、 これしばらく使ってみても使えねえから、これはね使うところ決まってる。私ね車とバイク両方持ってくけど、バイクではまず絶対使いたくない、だって落っことしたら終わりだもんね、ポロッと外れたよ、俺簡単に使いたくないの。だから使う場所もこれ限られてる、家の中か車の中か寝る前か。私山菜採りも好きだけどもね、山菜採りなんか使えないよ、置かなくて、だってポロッと外したらどこ行ったか分かんないからね。 iPhone で探すってたってさ、そんなこといちいちやってられないでしょ。これは使い物になりません、はっきり言ってね、はっきり言って使い物に ならない、私にとってはこれはダメ。音はいいよ、音はいいんだけどもね、だからもうこれは家の中専用です、車の中専用。じゃあ普段何使ってるのかというとね、私ヘルメットかぶるでしょ、これここにこれあるの、これね、これね、これこういうふうにこう、これここにね Bluetooth 4.0 のねイヤホンがあるの。こっから出っ張飛ばしてね、
音楽聴いたりここから編集で音楽流してってね、ちょっとねしりちゃんが全部やってくれるからね、そうやってこれ使ってます。これこうやってさ、ほんでヘルメットかぶって運転するでしょ。あとあの車も運転するからさ、車も運転してさ、このエアポッツは使いづらいね、はっきり言って。だからね、どうしても使いたいっていう場合は、私も使う場合はね、私ねこうやって帽子抜いてね、どうしてもね山歩きでこれを使いたいなって、これ音いいからさ使いたいなっていう場合はここつけるさ、このいいからこれです、これがこうやってね車運転しますね。で山歩きもね、ほんでこれでね、これでピッタってあのね、こっちでも鳴るし、エアポッドでも両方鳴るからね、両方鳴るの。もう耳の中ね音でいっぱいあちゃこちゃあちゃこちゃでね、まるでどっかの電気屋行ったみたいな感じの雰囲気になるのね。賑やかだよ本当に、私の耳の中。うん、ほんとこう外すとね、あれでしょ、落っこんないからこれが落ちない。うん、あのバイク乗った時はヘルメットかぶんなきゃならないからさ、これはつけられないよ、つけられないから腐らないからこうやってるでしょ。あの電気屋さんでこれを聞く時は必ずこうやってこうします。必ずこのね iPad Pro でもやっぱしいいね、スピードも速くて画像も綺麗、これ買って正解です。うん、はっきり言ってね、これ値段が上がってるの6,000円、今高いがね。 iPad Pro 10.7 インチかと 12.9 インチと2種類あるでしょ。正規販売がもう6,000円上がってますからね、どん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 上がってきます。やっぱし私の睨み通り、うん、大門佐藤ちゃんがね、使い方が一番いいよ。 iPod ってはこうやって使いますよね。あとなんだろうね、とにかくね私はね、なんで今回 iPhone を買うかっていうとね、私あのその iPhone であんま好きじゃなかったけどもね、 iPhone 作ったそのスティーブ・ジョブさんに敬意を払ってね、もうあの神様だよ、あの人に敬意を払ってその3点セット買うんだからね、あの性能がどうのとこ問題じゃないの、敬意を払って、私はジェイブ・ジョブ様ありがとうございましたってね、敬意を払って買うんです。うん、性能はいいよ、性能も使い勝手もいいしさ、明日 iOS11 のアップするでしょ、あのバージョンアップでしょ、その準備も今日やってるのもね、これも全部あのもうずっと前からバックアップ取ってさ、そのもう何回も入ってるんだけど、もう明日待ち。うん、というわけで皆さんね、スティーブ・ジョブズさんのね敬意を払って iPhone に会いましょう。だからね、絶対手に入れますね、 iPhone X、絶対持って、絶対、うん。あとはなんだろうね、あともう欲しいものないね。その設定は嫁さんにやらせます。ってないってのはさ、うちの嫁さん覚えないでしょ。うん、私が猫だとかさ死んじまったなんたらばさ、みんなこれデジタル品になっちゃうからね、相手の頭の中徹底的にデジタル化させてさ、うん、全部設定、もうあのパスワードも全部ね、全部エクセルにまとめました。こんなエクパスワードあるのね、もう一発で分かるようにね、デジタル品にならないようにね、チャンネル登録しなくていいからね、趣味でやってみます。